皆さん、こんにちは。町のレッスンスタジオ、川船です。僕は喫音症なんですが、今お聞きいただいているような喋り方にまでなることができましたので、僕が独自で行ったトレーニング方法や改善方法などをご紹介させていただいております。今回この動画に関しましては、僕の動画でですね、とりあえずこれをやってくれと、これを試してみてくれっていう動画って割と上がってるんですけども、じゃあそれってどういう理屈、どういう理論、原理で、声が出るようになっているのかって実は説明していないものもあります。なので、やっていく中で、そこを知りたい方だったり、なんか全然うまく声が出せないから、ちょっと理論とか理屈をね、簡単に知りたいなという方は、ぜひこちらの動画をご覧ください。まず、とりあえずやってみたいという方は、概要欄にリンク貼っておきますので、そこからいろいろお試しいただいて、もし必要があれば、こちらの動画また戻ってきていただいてご覧いただければなと思います。はい。なんで、今回タイトルはこんな感じになります。声の出る原理。ね。こちらについてですね、ちょっとこう書くと難しいんですけど、これをね、本当にシンプルに説明して、だからこうやると声が出しやすいんだ。そこをちょっとね、お伝えしたいなと思います。では、早速いきたいと思うんですけど、皆さん、今こうやって声が出ている原理って、なんとなくわかりますか？原理って言うと難しいんですけど、なんで人間はこう音が出るのか、声が出るのかってわかりますかね？これですね。声帯。ね。なんとなく聞いたことありますかね。この子が頑張ってくれてるんです。ちょっといろいろ難しいことを言うとね、この子自体じゃないだろう、なんかこうっていう話になっちゃうけど、とりあえずこの子が頑張ってくれてる。今日はそれで話を進めたいなと思います。はい。で、例えばこの声帯なんですけども、声がこうやって高くなったり、低くなったり、こういう声になったり、こういう声になったり、そして僕の声になったりっていうのは、もう大方先ほどの声帯がね、いろいろな変化をして、いろんな声を出してもらってます。で、声が出なくなるときって、あっ、とか、あっ、あっていう風に詰まっちゃってる感じになりますよね。これって、じゃあどういうことか。なんとなくですね、この声の出る原理に逆らっている場合もあるんですよ。それどういうことかっていうと、皆さん、声帯頑張ってくれてるは分かりました。じゃあ声帯くんが頑張ってくれてて、なんで声帯が頑張ると音が出る、声が出るのか考えてみましょう。なんでかっていうとですね、声帯が震えて音が出ています。じゃあどうやって声帯を震わせているかなんですね。ここが今日非常に大切です。なんとなく考えてみてください。じゃあどうやってこの声帯が震えているのか。ね。答えはこれなんです。息、空気。これなんです。息、空気が声帯、ここにあるんですけど、この辺にあるんですけど、ふわっと駆け抜けていって、声帯にふわっと空気が当たって、声帯が震えることで音、声が出ています。裏を返すとですね、息が出なければ声帯が震えませんので音は出ません。はぁーとかね、こういうようなね、息が吸える音は出ますけど、しっかりしたこう喋り声っていうのはなかなか難しいです。息が通らなければ、そして息が声帯に触れなければ、こういう言葉は出ません。はい、一応今回ね、いろんなちょっと難しい細かいことは抜きにして、一応そんなような前提で話を進めたいなと思います。で、僕のお伝えしている動画でですね、ありがとうとか、こう息からスタートして声を出しましょうとかね、まずいろいろと今挙げてるので、まあ、気になる方やっていただければなと思うんですけども、実はそれも一緒でですね、さーとかもそうなんですけど、最初に空気を実は僕出してます。で、これは今の原理にのっとってやっております。やっぱりあっていう風にいきなり声を出そうとすると、音が先行しちゃうんですよね。みんなあっあっていう言葉の壁っていうんですかね、あって音が先行してしまうので空気がついてきてないんです。で、またはあって出したい時のあに対する空気の量が極端に少なかったりします。で、僕のやっているこの、例えばこれです。ありがとう、息、は、ありがとうっていうような順番の発声をした場合に、先に息出してます。なので喫音の方がよく詰まった時に苦しくなっちゃうんですっていうのは、息も吐けていない、吸えていない状態なので、まず息を吐く、
ことを意識してもらっているということなんです。で、そこから徐々に徐々に音を出していくという方法を取っていただいております。これはなぜかっていうと、やっぱりですね、息の後にははとかあっていう風に息出しても、あ、急に言葉を言ってしまうと結局息ぶつあになっちゃうんで、結局そこになった瞬間に極端に空気が減ったり空気が出ていないんですね。必ず空気が先行して後から音がついてくるイメージ。ありがとう、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 ありがとうっていうような、先に必ず空気が出ているという状態を無理に作り出します。そうすることによって、あという言葉の壁ではなく、最初に空気が出て言葉がついてくるっていうような発声方法が分かってきます。で、これですね、実際喫音の方にもすごいいいですし、こうカラオケ歌ってて喉があーって痛くなっちゃうとか苦しくなっちゃう、そしてずっと喋り続けてるとなんか後半になって息が持たなくなってきたり、こう締まってきちゃうという方もすごくいいと思います。うん、実際息が吐けていないっていうところがね、最大のやっぱりねポイントになるんじゃないかなと思います。で、こう言ってしまうと、じゃあ息を吐けばいいのかっていうので、ありがとうとかなっちゃうんですけど、これはただ息が多いだけです。ちゃんとした声にして適正量の息を出すための練習だと思ってください。ありがとうございますとかね、うん、そこなんです。非常に大切なこの原理なので、息が出なければ音が出ない、ここがポイントになります。うん、例えばこれも最初に息、これも音が出てるから最初に息、さあこれも音が出、ごめんなさい、息が出てるからさあ次に音というようなね、感じになってます。で、上を向く動画とか舌を出す、動画もあるんですけど、これは強制的になるのは、気道確保って言ったら大げさですけど、空気の通り道を作ってやってる、どこか塞いでしまっている筋肉を無理に使えなくして、だらしない声にひら、こういうはっきりした声にしちゃうと、今言ったように空気が明らかに出てないですよね。言葉の壁になって声の壁になっちゃいます。になってしまいます。なので、こういうだらしないやんめの練習すると、空気が出ている感じも分かりやすいです。なので僕はこれをやっています。うん、ねえ、どうだったでしょう。なんとなくお分かりいただけたでしょうか。うん、息が先に出ないと言葉が出にくいね、これが最大のポイントになっていて、僕はこの原理でやっているということです。なのでとかね、こういう出し方じゃないんです。必要な量を出す、それがポイントになります。で、出しちゃうとね、もう全部息使っちゃっても、言葉喋ってて息が出なくなっちゃうんでね、ダメですね、それはね。うん、で、やっぱね、腹式呼吸をやりましょうっていう動画もあると思うんですけど、まあ、一応やる理由としてはここにたどり着くんですが、無理にやる必要はないんですよ。だからそれもちょっと動画あるのでご覧いただければなと思うんですけども、その人が出せる声、出したい声、大きさ、距離、高さ、低さ、それに応じて適正量の息を安定して供給できれば、無理に腹式呼吸を練習する必要はありません。勝手に体がやってくれると思います。それができないのであれば腹式呼吸はやった方がいいかもしれないですが、一応ね、そういう原理なんです。なんで理由を知っておかないと、やる意味ってやっぱもったいないんですよね。なんで腹式やってるんだろう、なんで息先に吐いてるんだろうって分かんないと、なんとなくで終わっちゃう人もいるかもしれないので、必要な方はね、今日このような原理頭に入れていただいて、じゃあ自分なりにこうしてみよう、こうしてみよう、どんどんアレンジしていただいていいと思います。うん、ね、たまにはこういうきちんとした原理のものも上げていこうと思いますので、皆さんもね、なんだろう、ちょっとこういうのが分かんないな、よく分かんないなっていう方は、とりあえず練習してみるっていうのは僕は全然ありだと思うので、あくまでも必要な方、ね、このような動画でまた勉強していただければなと思います。はい。うん。
では、またね、長くなってしまい恐縮です。最後までご覧いただきありがとうございました。また、いろいろ、動画は作っていきますし、関連動画もリンクには、ごめんなさい、概要欄に貼っておきたいなと思いますので、本当にね、もしよろしければで結構です。そして、無理のない範囲で結構です。自分が分かりやすい、やりやすい、続けやすい、本当にここなんです。もう分かんない、よく分かんない、続けられない、これだと本当にもったいないので、自分ができる範囲で、自分のペースで、マイペースに、進められるようにやってみてください。それが決して僕の動画じゃなくてもいいと思いますので、自分に合う動画見つけてみてください。はい、それでは最後までご覧いただきありがとうございました。